両替とか借り入れとかそっちの世界とは無縁でこの世界線は終わろうと思ってたのに、そのうちできるね。ね音でけえあら、これはこれは何かよろしくない、何かよろしくないよ、何かよろしくない、何かがねマジベロンベロンに酔っ払ってるみたい。完成してるよ。わあ、レースフラッグがある。人がいない。あ、ギブソン君戦ってる。誰か誰か、え、敵来ちゃった、忘れてた。敵来ちゃった、忘れてた。あー、やってるやってる、レースやってる、レースやってる。まあ、のんきにあの賭け事してる場合じゃなかった。カタツムリ見てる場合じゃなかった。もうよりによってカタツムリだったからめちゃくちゃのんびりだったっていうね。ギブソン寝てるわ。あれあれペロペロワンコクチャでーす。ということで今日も今日とてのびとアラットピーやっていきましょう。いや、まさか、まさかすぎるね。まさかすぎるよね。あっちの通貨が必要になるとは思わなかったね。もうあの両替とか借り入れとかそっちの世界とは無縁でこの世界線は終わろうと思ってたのに、まさかまた出てくるとはやつがね。もう大変だ本当に。あ、まだできてないね。あ、でも材料はあるから。在いた、新しい従者が来ました。そのうちできるね。ね音でけえ音でけえ、飲み取り施設の音がすげえわ。気力だけちょっとね、なんか心配なんだけど、ベッドかな、やっぱね。衛生とか娯楽はもうかなりいい感じだね。あー、あんこを見かけたからあんこを取ってもいいかもしんないね。あれ、電力も問題が発生した。建造物、あれどうした、元気ねって。あ、見してた。シーン割り当ててね。やっちまった。さっきの子はマックスくんだよね。うん、マックスくんで、あ、待って、あそこ、あそこ。なんかすげえ、放射能を防ぐような格好してるけど。待って、ちょ、ん、回路工場、ん、回路工場、ギブソンくん、ん、ちょ。あれ、どういうこと、名前変更、違います。あれ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 、あら、これはこれは何かよろしくない、何かよろしくないよ、何かよろしくない、何かが何か起きた、何か起きてる気がする。待って、ポロ、あ、やばい気がする、やばい気がするよ、これこれやばい気がする。あ、私の UI 大丈夫？え、これ単純に UI が非表示になっただけとかいう話じゃない？環境設定、ディスプレイ。え、一回すべてオフ。オフにします。はい。環境設定、ディスプレイ、すべてオン。あ、あ、これやばいかもしんない。あ、待って。一回戻ろうか。一回戻ろうか。なんか怖いから。セーブして大丈夫かな、これ。これセーブデータ振ったんだら、それはそれで面白いんだけど。別の名前セーブ。ニューセーブ。ニューセーブ。あ、待てよ。いや、ニューセーブ。ラットピア。ラットピアピア。オッケーオッケー。一回戻ろうか。ね、怖いから。タイトルに戻る。あ、これ続けるやらんじゃってよかったかな。ほい。あー、治ったっぽい気がする。怖かった、びっくりした。あれだね、なんかちょっとあのなんだね、マジベロンベロンに酔っ払ってるみたいね。あの郵便箱がちょっとなんか怪しかったね、今挙動がね。なんだっけ、あれだね、ここの子に入れたんだよ、ここギブソンくん。そうこの格好にして、であれだ、生産資源不足。いや、そのニッケルじゃなくて、じゃあ回路工場じゃないな、回路工場じゃないな。私が欲しいのは、特製回路。そう。特製回路を、そんないらないんだよね。特製回路いくら ?1 個。210。すげえな。特製回路を、いや、ほんと、特製回路。もう5個とかでいい。4個、2個作れる。うん。じゃあ5個で、あ、間違えた。うん。5個未満なら生産。倍にもしなくていいね。1個作るだけで1500かかるもんね。再割り当てされました。ギブソンくんがマックスくんに。なんか、ちょっと、
設定がおかしかった。ギブソンくん、あれマックスくんは、あ待って、ギブソンくん、マックスくん、あ、なんかやっぱちょっとずれてたっぽいな、なんか設定がね。マックスくんってなんだ、そう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 、オッケーオッケー。で、ベッドを、あ、電力不足 ?16W。あ、待って、16W? 電力の利益とか、なんか、消費電力。16W。範囲外じゃないよね。どうしようか。ベッドを下に入れる？上でいいか。じゃあ、ここにベッド入れてあげて、で、ここに入れてあげよう。電力大丈夫だと思うんだけど。なんか適当に、ライトとか、ライト入ってるよね。消費電力28、発電26。あ、微妙に足りねえんだ。微妙に足りねえ。容量2。あれだな、トイレ落とせば、トイレ落とせばいける。電力、トイレ、稼働中のトイレを、クラッシュトイレ、こっちを、オフ。これで、いけるのでは？うん、多分大丈夫。で、特製回路、作ってもらおう。アマックスくん来た。まだあれかな？アイブルくん入らない？はい、パンあげる。エイブルくんずっと貧乏やな。で、あと、反対側だけど、飲み取り施設も、あ、飲み取りじゃねえ、カタツムリ競技場も人を入れてあげないと、ダメなんだよね。あ、できてる。完成してるよ。わー、レースフラッグがある。ここに、カタツムリ一匹。あ、カタツムリも取らげえんだ。そうだね。ゼン君、ギブソン君、同じだ。特性が。追加効率プラス 40%。すごい。あ、この星印か。はい。じゃあ、ギブソン君で。あ、なんか、野球の、なんか、なんだ？あの、レフェリーみたいな、感じだね。はい。もうでかくていいよ。でかくていいよ。はい。そう、なんか、そう、あの、例のね、アマージニキさんね、で、見たんですけど、そう、この範囲の、やっぱ近い人がね、なんか優先されるらしいですね。できる限り。だから、円の外側にの人の方が、こう、いけない可能性が高いみたい。で、カタツムリ使うってことは、カタツムリ使うってことは、カタツムリ取りに行かなきゃいけないやつだな。うん。カタツムリがいくつあるかだな。パッと見でここで在庫ってなかったっけ？ここは見るしかないか。カタツムリ8。カタツムリ8しかないべさ。カタツムリ8しかないから、狩り場で狩るしかないべさ。ね、狩り場で、カタツムリどこにいるべさ。確か、あの、路線で行ったところの近くに、ね、ここに、あった、ここが近いかな。ちょっと遠いけど、ここから、こっち行ってもらう？ありかな。そうしよっか。あそこ、大丈夫かな？娯楽とかの範囲外だから、娯楽とかはどうしようもないよね。近くに立ててあげなきゃね。完了1件。サラッサッサー！お！サラッサッサー来たよ。貿易。ね。開口もして、グランバザーか。貿易。完了。14個。こっちは6個。生産の方が少ないね。追いついてないね。まあいいか。椅子はもう売る専用だから。あれでも3万1000だ。減ってんな。減ってるぞ。だいぶ減ってるぞ。こっこ。あれ造幣まだしてない。ねえ。輸出はしてるんだけど、造幣ずっとしないね。まだしてない。だって、金40いくつとかあったよ。よく税だけで持ってるよね。造幣。120日目。そこから、やってないよ、多分。造幣。ねえ。あれ造幣局どうした？造幣局。あ、始まってる。20個以上なら生産します。43個あります。うん。あ、ん？待って、これ。仮に銅が20を下回っていた場合、金が20以上あったとしても、やらない？あり得るな。
43。まあ今頑張って動いてくれてるから今はいいとして、え、なんずっと止まってたのかな。こっちは金持ってるね。なんだろう、え、今作り始めた急に。そんなことある。同じ数だな。え、溶鉱炉、溶鉱炉、あー、炭、炭怪しい。もしかして、こっちは40未満なら生産します。40か。いや、なんか40も不安だな、そしたら。60ぐらいにする。60未満なら生産。え、これどっち、え、でもさ、もしそうなら、どっちかが60を超えたらどっちも生産しないってことになっちゃうから、そんなことないよね。こっちは今、作業してない。いや、今こっちはいいのか。今40だったから。こっちは、はい、鉄も60にしとこうか。溶鉱炉は3つある。ここも60にしといて、間違えた。ない。これでもっと作ってもらって、作ってもらうけど、お金も作ってもらうと。大丈夫かな？造幣始まってはいたけど。の、移動速度速いな、やっぱライト。ねえ。うん。上下もこれ速いよね。ね、横だけじゃないよね。で、マックスくんは？いや、仕事して、あーにゃーん？まだ運んでる途中か。ねえ。ベッドがねえんだ。葉っぱ。葉っぱ。どっか葉っぱねえか。葉っぱあった。また一人でに工場が動いてる。いや、作られてるし。で、ここにマックスくん入れてあげて。マックスくん。はい。テディちゃん？花園？あ、よ、これ自然人だ。自然人。はい。で、ギブソングのゼンくんが、はい、入ってないと。あ、起きた！マックスくん。仕事する？仕事します？起きたら？起きたらまずご飯。ご飯かな。ご飯かもしんない。そしたら、あとはカタツムリ競技場の方見に行こうか。あ、やっぱ一瞬だけど、気のせいかな？氷の上やっぱ早い気がするんだけどな。はい。カタツムリ競技場。で、あれだ、カタツムリ競技場のためのカタツムリを狩らなきゃいけないっていうね。カタツムリ入ってる、とりあえず。人がいない。あ、ギブソン君、戦ってる。これ戦っちゃってるよ。この矢印あるから、こっちから戦う、あの、競争するんじゃない？多分。ギブソン君。はい。あ、チケット売ってる。かけるのこれ。どうなんだろう。え、気になる。誰か入ってくんねえかな。誰か、誰か。え、敵来ちゃった、忘れてた。敵来ちゃった、忘れてた。待て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 。敵来るの忘れてた。ごめん。ね。あー、やってるやってる。レースやってる。レースやってる。三色の応援してる。はいはいはい。なるほどなるほど。面白い。面白いけど敵来てる。大丈夫かな、みんな大丈夫？来た。あー、すごい。一応掛け事やってんのかね。はい。敵来ちゃったよ。敵来ちゃったよ。はい、さら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 。敵多いよ。やっぱ増えている気がする。うん。よし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 。あちゃ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 あ。市民が攻撃されてます。それはよくない。ちゃあ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 。よし。こうやってこうやって、こうやってこうやって、ブブブブ。よしよし、ゴーゴー。よし、行こう。都市が攻撃されています。まあ、のんきにあの、掛け事してる場合じゃなかった。カタツムリ見てる場合じゃなかった。もうよりによってカタツムリだったから、めちゃくちゃのんびりだったっていうね。はいはいはい。まだ大丈夫。まだバリケード大丈夫。大丈夫。よし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 。私も毒受けてるわ。都市が攻撃されてます。これ大丈夫よね、多分ね。一応寝とこうか。また忘れるから。すっかり忘れてましで。はい。今、カタツムリが収納できないって出てたな、今な。カタツムリの、その狩り場も作んなきゃ。ね、収納できないカタツムリが。で、こちらへ戻って、カエルとかね、カタツムリが一箇所にいてくれればね、楽なんだけどね。あ、でもそれはそれであれか。狙ったものを飼ってくれなかったりするのかな。狩り場、狩り場、狩り場。狩り場も欲しいし、ベッドも欲しいよね。
ここでいっか。仮場で。あ、じゃあせっかくだからいいベッドにする？サービス。あ、いいベッドねえわ。研究してねえ。ダメだ。普通のベッドだ。1段なら材料少ない。まあ、でもどっちにせよ2往復するしな。で、2段ベッドで。はい。よし。ここも、段差、揃えるか。ない。で、ここで1人。でも、娯楽も、ね、衛生もどうしようもないから、せめてトイレだけでも立ててあげようか。ね、トイレ。トイレ？お手洗い。ね、娯楽、人がいなくても住む娯楽とかあればいいんだけど、ここあれだな、場所が。土壁。はい。そしたらこの土使えるな。で、トイレを。ね、人がいらない娯楽とかあればいいんだけどね。そしたら、こういうところに置けるんだけどね。で、ここで、カタツムリ飼ってもらって、で、運んでもらうのか面倒だけど。あ、でも運んでもらえば向こうで娯楽できるっちゃ、できるのか。そうだよね。はい、ありがとう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 。ない。じゃあやってもらって、あ、君どうした？人生に迷ってるぞ。人生に迷ってるぞ。どうした？どうした？大丈夫か？はなちゃん大丈夫か？計算してくれ。演算してくれ。で、やってもらってる間に、私はこっから、はい。ここも、路線、鉄道、プロ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 。プロ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 。はい。どう上がろうか。ここから上がる？ここ。うん。どうしようか。あー、昇降路でもいいっちゃいいのか。はしごじゃなくて。そうだね。昇降路もありだな。板ねえわ。板ねえな。ロープがある。昇降路にしちゃうか。そうだな。2マスで、ここにロープでいこうか。うん。とりあえずは。オッケーオッケー。そしたら、ここはいらないか。そうね。で、板ができたら、ここに、あ、置ける。はい。うん。いいんじゃないこれで。で、また上がりましょうと。ボックスとかがないからね、結構不便だよね。みんな、右往左往して。ね。回路とかはまだできてないよね、多分ね。あれ、誰もいないんだけどな。塞がってる。ね。マジ酔っ払いみたい。何回でも言うけど。あ、でも電気は、いや、でもここだけ、こんだけ発電しても、全然たまんないんだ。ねえ。ギリギリなんだね。あれまだ材料がまだ入ってない。マックスくん大丈夫か？あ、お金ないもん、もしかして、マックスくん。材料買うお金が。そこもあれだね、高価な施設になってくると、結構気をつけなきゃいけないかもしれないね。最初から主治金ない子、ない子だったらね、大変だよね。マックスくん。あ、お金82しかない。そうだよ。そうだよ、そういうことだよ。座ってる。あ、座ってたんだね、ロッコの中で。そりゃそうだ。材料買えないんだ。そういうことだよね。そうか。じゃあ、でも転職させると、それはそれで幸せがね、一回、一時的に不幸になっちゃうからね。そうか。所持金いくら持ってるかも見た方がいいのかもしれないね。マックスくん。マックスくん、お金あげるよ。お金あげるよ、マックスくん。どうした？エイブル君どうした？はい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 。はい、はい、エイブル君。はい。はい、パンあげる。エイブル君パン専用になってるけど。マックスくんどこ行った？マックスくん？マックスくんどこ行った？マックスくん？見失った。マジ見失った。いた。あ、道具変えたね。そしたら、多分動き出すはず。あ、ジョナサンくん、サボテンの花？サボテンの花使うの？あ、使うわ。ほんとだ。なんか、持って帰っちゃった。せっかく持ってきてたのに。はいはい、マックスくん。はい。あれ、電力不足？え？帰っちゃった。あれ？え、なんで？なんで帰っちゃったの？ん？どういうこと？いった。え、なんだろう？なんで持って帰っちゃったんだろう？なんか買わずに他のものを買おうとしたってことなのかな？お金がないから。え、どうなんだろうね。謎だね。じゃあなかなか見れないね。ちょっと待って、じゃあゆっくりちょっと、カタツムリ眺めよう。ねえ。あとはあれだな、部品工場とか回路ができたら、
娯楽、テレビとか作りたいね。ギブソン寝てるわ。あれ、ギブソンくん。忘れてたよ、ベッド。ここだ。はい、入れてあげよう。ギブソンくん。はい。ギブソンくんは自然じゃないもんね。うん。オッケーオッケー。やっぱお金減ってるけど、でも、造幣されてんじゃない？あれ？あれ？あれ？なんだろう？止まってる？止まってるね。まやちゃん。なんだろう？まやちゃん、なんだろうね。なんで止まってんだろう？鉄とかは作ってくれてんだけど、一回ちょっと条件外してみる？ねえ。はい。なんか間違ってるのかもしれないね、もしかしたらね。こっちも。外してみようか。全然作っていいんだけど。ねえ、こっちもレーパー。ほい。作り出すかな、これで。一瞬来たと思ったらすぐ帰るっていうね。他にもなんかあれだよね。誘惑があるわけでしょ？衛星とか娯楽とか。ねえ。ご飯とか？え、作り始める？あ、作り始めた。なんだろうね。56%。まだ一瞬で。寝るんかい。ダメだね。58%。あ、でも進み始めたっちゃ進み始めた。なんだろうね。謎。ギブソンくんがカタツムリを持って向かってってる。ってことはあれだ。そろそろカタツムリが足りなくなるのでは。ここも結構かかるね。トンネル作ってもいいかもしんない。ない。え、来てる、ありがとう。そしたらここに一人、ちょっと孤独だけど、ゼンくん。ない。で、狩るのは、カタツムリ。はい。カタツムリ、まあそんな、強くはないけど、大丈夫かな、ゼンくん。寝てれば大丈夫かな。トイレと。完全にお一人様専用になっちゃってる。あ、で、範囲を、カタツムリが入ればいいよね。あ、ここも、上もいるな。この辺でいいか。うん。よし。頑張ってもらって。毎回、ここに、上に運んでもらうのはだるいよね。そしたら、ここに貯蔵庫建てちゃおうか。簡易貯蔵庫。どうしよう。ここにしようか。他の人が取りやすいように。ほい。ここに、コーシーの、簡易貯蔵庫。ない。ポチッとな。オッケー。あ、ここ作れねえな。ここ壊せばいけるのか。じゃ。うん。もうその数値欲しかったよ、今。オッケー。いたよ。で、とりあえずこれでオッケーかな。で、トンネルとか、はしごとかを作りたい感はあるね。あ、今作ってくれてる。はい。こっちも、ね、金とか。でも金とか、ちょっと謎だったね。あの、鉱石、あ、造幣局ちゃんと動いてるのかどうか。よし。よし。じゃあ、とりあえず今回はこの辺にしようかな。大丈夫かな？回路動き出したりしてるかな？あ、いや、電力不足だね、やっぱね。足りてないね。ちょっと 2% 動いたけど。そしたらやっぱライトとかトイレとか、トイレは切ったんだっけ？ね。ライトを切るか。そしたらね。3ワットだもんね。結構でかいもんね。これ切って、間違えた。これか、活性化して、それでもまだ足りないかな。28消費。発電 21.68。ダメだね。ちょっと大変かもしんない。はい。はい。じゃあもうちょっとあれだね。電力は増やさなきゃいけないかもわからんね。大変だね、結構ね。一つ作るだけでもね。はい。じゃあとりあえず今回はこの辺にいたしましょう。今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。横に長いね、ここね、ほんとね。はい。ということで、以上ここまで暗黒者でございました。また次回ものんびりとやっていきましょう。バイバーイ！ペロペロー！